1969年の野球において、メジャーリーグベースボール優勝決定戦の第66回ワールドシリーズは、10月11日から16日にかけて、計5試合が開催された。その結果、ニューヨークメッツが、ボルチモアオリオ,オールズを4勝1敗で下し、球団創設8年目で、初の優勝を果たした。前年までは両リーグとも、 総当あたりのレギュラーシーズンで最高勝率を記録した、球団がそのままリーグ優勝となり、ワールドシリーズへ進出していた。それがこの年から、東、西に地区に分かれて、それぞれのレギュラーシーズン優勝球団を決めた上で、その地区優勝球団同士が5 0三勝制のリーグ。 優勝決定戦で対戦し、そのシリーズを制した球団が、ワールドシリーズへ進出する方式に改められた。レギュラーシーズンで100勝以上を挙げた、球団同士が、ワールドシリーズで対戦するのは、1942年以来27年ぶり6度目。また、1961年以降のエクスパンションによって創設された球団が、シリーズに出場するのも優勝するのも、 今回が初めてである。メッツは1962年の創設以来7年間で、リーグ再開の10位が5度、下から2番目の9位が2度と、長らく低迷していた。しかしこの年、初のシーズン勝ち越しを、東地区優勝で飾ると、新設のナショナルリーグ優勝決定戦では、アトランタ・ブレイブスを3勝0敗で一周し、続いてこのワールドシリーズでも、 全24球団最高勝率のリオールズを下した。弱小球団の予想外の快進撃を人々はアメージングメッツやミラクルメッツと称した。シリーズ MVP には第2戦と第4戦で先制のソロ本塁打を放つなど4試合で打率。357.3本塁打、4打点、オプス1.509という成績を残した。 メッツのドン・クレンデノンが選出された。レギュラーシーズン途中で移籍してきた選手の同賞受賞は、小創設15年目でクレンデノンが初である。この年のアメリカ合衆国のプロスポーツにおいて、ニューヨーク州ニューヨークのチームが、メリーランド州ボルチモアのチームにポストシーズンで勝利するのは、今シリーズが3度目だった。1月には、 アメリカンフットボールの NFL、AFL スーパーボールで、ニューヨークジェッツが、ボルチモア・コルツに勝利し、優勝。4月には、バスケットボールの NBA プレイオフ1回戦で、ニューヨーク・ニックスが、ボルチモア・ブレッツを下していた。2年後の NBA プレイオフで、ブレッツがニックスに勝利した。際、ブレッツのケビン・ロー・アリーは、知っておかなきゃいけないのは、ボルチモアは、 ニューヨークに常に敗れてきたということだ。俺らはニックスに勝てず、コルツはジェッツに勝てず、そしてオリオールズはメッツに勝てなかったと言及している。1969年のワールドシリーズは10月11日に開幕し、途中に移動日を挟んで6日間で5試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、マイク・クウェイヤー・ハイ、トム・シーバー・ホン・ルイ・ラ・バル。 ドンビュフォード1号ソロ審判、球審、ハンクソアー、類審、1類、フランクセコリー、2類、ラリーナップ、3類、シャグ、クロフォード、ソトシン、左翼、ルーディ・ミュロ、右翼。リーウェイアー昼間試合試合時間、2時間13分、観客万、5429人詳細、b a s e b a l r e f e r e n c e c o m オリオールズは、 主力選手の多くが3年前にもワールドシリーズを経験しているのに対し、メッツの選手のほとんどは、これがワールドシリーズ初出場だった。試合前、メッツのクラブハウスは、ドン・クレンデノンが死体安置所みたいというほど重い空気に包まれていた。一方のオリオールズは、メッツばかりがもてはやされている状況に投資をかき立てていた。この日の先発投手は、オリオールズが、 マイク・クエイヤー、メッツが、トム・シーバー。両投手とも、今シリーズ終了後に、それぞれのリーグで、サイアング賞を受賞することになる。その年の同賞受賞予定者同士が、シリーズで先発として、投げ合うのは、前年の、第1戦と第4戦以来、これが3度目である。オリオールズは、初回裏、先頭打者ドン・ビューフォードが、シーバーの2球目を捉え、右翼手。 ロン・スーボダの頭上を起こす先制本塁打とした。ワールドシリーズの初戦、初回戦闘打者本塁打は、史上初だった。スーボダが遊撃手バド・ハレルソンから聞いた話によると、ビュフォードは二塁を回る際に、ハレルソンへ、まだまだお楽しみはこれからだぜと声をかけたという。オリオールズは四回裏にも、西無双者からアンダと四球で一二塁とし、8番。 マークベランダー9番クエイヤー1番ビュフォードの3連続的自打で3点を加えた。シーバーは5回裏を終えたところで交番に追い込まれた。数日前の練習中に足を痛めたこともあって、当番間のルーティーンである走り込みができておらず、交番後にはガス欠だと話した。クレンデノンもこの日のシーバーは、 普段の25%しか実力を発揮できていなかったと述べた。フリオールズの先発投手、クエイヤーは7回表に1四万塁の危機を招き、8番、アルワイスの犠牲フライで1点を返される。さらに2四一二塁から、代打ロッドガスパーが三塁戦へゴロを放った。内安打になりそうな打球だったが、三塁手。 ブルックス・ロビンソンが素早い処理で一塁へ送球してアウトとし、メッツの反撃を断った。クエイヤーは八回以降も続投し、関東勝利を挙げた。今シリーズの全米テレビ中継で実況を務めたカートガウディの息子は、2019年にジム・パーマーと会食した。その時パーマーは今シリーズについて、オリオールズが、 初戦終了の段階で4連勝のスイープも視野に入れるほど自信過剰になっていたと振り返ったという。その一方、シーバーもこの試合では敗戦投手になったが、試合後、オリオールズは昔のヤンキースのようなスーパーチームかと思っていた。でも今日の試合で十分戦えることが分かったと自信を得ていた。メッツの三塁一種。 エド・チャールズは、マイナーリーグ時代から、面識のある、オリオールズ投手コーチのジョージ・バンバーガーに、今年最後の勝利、せいぜい楽しんでおけよと声をかけた。この、今年最後の勝利というチャールズの言葉が、5日後に、現実のものとなる。勝ち、ジェリー・クーズマイン・ハイ、デーブ・マクナリー・エス、ロン・テイラー・ホン・ルイダ・ニム、ドン・クレンデノン一号ソロ審判、急審、フランク・セコリー、 累心、一塁、ラリーナップ、二塁、シャグ・クロフォード、三塁、ルー・ディ・ミュロ、ソトシン、左翼。リーウェイ・ヤー、右翼、ハンクソ・アヒルマ試合試合時間、2時間20分、観客、5850人詳細。bas.ebal.reference.com この日の試合前、メッツのクラブハウスの空気は前日と一変していた。 ドン・クレンデノンによれば、前日は、重苦しい雰囲気だったのが、この日はジョークが飛び交う、いつも通りの光景になっていたという。この日は両チームの先発投手、オリオールズのデーブ・マクナリーとメッツのジェリー・クーズマンが、いずれも最初の3イニングを無失点に封じた。4回表、メッツが、先頭打者クレンデノンの本塁打で、先制点を奪った。 クーズマンは2回裏に6番デイビー・ジョンソンを支給で歩かせた以外、6回終了まで一人の走者も許さなかった。7回表、オリオールズ戦闘の2番、ポール・ブレアーが左前打で出塁し、クーズマンの無安打投球が途切れた。24、5番、ブルックス・ロビンソンの打席で、ブレアーが投塁を成功させ、二塁へ進む。その直後に、B ・ロビンソンが中前打で、 ブレアーを返し、オリオールズが、同点に追いついた。B ・ロビンソンはこの年のオールスターゲームで、クーズマンと対戦経験があり、あの時は3球三振だったから、その2の前は避けたかったと述べた。両先発投手とも、その後も投げ続けた。9回表、マクナリーは、先頭から2打者を打ち取った後、6番、エド・チャールズに、サゼンダを許す。自打者、 ジェリー・グロートがヒットエンドランを成功させ、勝ち越しの走者チャールズは三塁に達した。8番、アル・ワイスは初球を左前へ運び、チャールズが勝ち越しのホームを踏んだ。ワイスはこの年のレギュラーシーズンでは打率、215と低迷しており、この一打について、守備でチームを勝たせることはあるかもしれないと思ってたが、打撃で勝たせられるとは思ってなかったと、自身でも驚いていた。 その裏、クーズマンは西から3番、フランク・ロビンソンと4番ブルグ・パウエルを続けて歩かせ、さよならの奏者を出塁させる。ここで、メッツは、クーズマンから、ロン・テイラーに傾投し、5番ー・ロビンソンを3頃に、仕留めて、勝利を決めた。勝ち、ゲイリー・ジェントリーハイ、ジム・パーマ・ーエス、ノーラン・ライアン・ホン・ルイダ・ニム、トミー・エイジー1号ソロ、エド・クレイン・プール1号ソロ審判。 九神、ラリーナップ、累神、一塁、シャグ・クロフォード、二塁、ルーディ・ミューロ、三塁、リー・ウェイヤー、ソト左翼。ハンク・ソアー、右翼、フランク・セコリー・ピルマ試合試合時間、2時間23分、観客、56,335人詳細。bas.ebal.reference.com シリーズは、 移動日を挟み、舞台を、オリオールズの本拠地球場メモリアルスタジアムから、メッツの本拠地、シェイスタジアムへ移した。この試合の先発投手は、メッツは、ゲイリー・ジェントリー、オリオールズは、ジム・パーマー。パーマーは、アマチュア時代のジェントリーの投球を見たことがある。1965年シーズン終了後、パーマーは、チームのスカウトから、アリゾナ州に帰ったら、 アリゾナ州立大学のレジー・ジャクソンを見ておいた方がいいと教えられた。パーマーがその言葉に従い同大野球部の練習試合を視察したところ、ジャクソンは4打数で1本塁打を含む4安打の活躍を見せたが、この時打ち込まれていた相手投手がジェントリーだったという。ジェントリーは1967年にメッツと契約してプロ入りし、 1969年には新人ながら、先発ローテーションに定着、この試合で、パーマーと投げ合うこととなった。第2戦と同じく、この日もメッツが、先制点を挙げた。初回裏、先頭打者、トミー・エイジーが、パーマーの投球を捉え、中堅フェンスを越える、本塁打とした。初回先頭打者本塁打は、第1戦で、オリオールズのドンビューフォードが打ったのに続き、 今シリーズ2本目である。1シリーズで、初回戦闘打者本塁打が複数出たのは、これが、史上初だった。さらに2回裏には、西無双者から至球とアンダで一二塁とすると、9番、投手のジェントリーが、宇宙カニへの適時二塁打で二双者を返し、リードを3点に広げた。ジェントリーはこの年、打撃では、レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて74。 打数で1打点のみ、この試合まで28打数連続無安打が、継続中だった。投球では、最初の3イニングを一押し球のみで無失点とした。4回表、オリオールズは3番、フランク・ロビンソンのチーム初安打をきっかけに、二失点3塁の後期を作る。6番、エルロッド・ヘンドリックスは、左中間へ飛球を放った。中堅主エイジーは守備位置を、 宇宙間寄りに取っていたが、配送してこの打球を追い、左中間、フェンス手前のウォーニングゾーンで補給して、アウトにした。エイジーはこのプレイについて、空が晴れてなかったから打球はよく見えたけど、追いつけるかどうかはわからなかった。打球に触りさえすればそのまま掴めるとは思ったと、振り返った。オリオールズは、反撃を阻止され、6回終了までジェントリーから、 得点を奪えなかった。当時オリオールズのスカウトだったジムルスソは、チームが当初、ワールドシリーズの対戦相手として、メッツではなくアトランタブレイブスを想定していた、と1984年に明かした。そのため、スカウティングレポートは正確性を書き、ジェントリーについて、速球は平均レベルと評価したところ、その速球に手こずって抑えられたという。6回裏、メッツは7番。 ジェリー・グロートの敵時二塁打で四点差に突き放す。七回表、ジェントリーは西無双者とした後請球を乱し、八番、マーク・ベランガーからの三者連続要死球で満塁の危機を招いた。メッツはジェントリーを降板させ、二番手にノーラン・ライアンを送った。二番、ポール・ブレアーは、ライアンの投球を宇宙間へ弾き返した。長打性の飛球だったが、 中堅守エイジーがダイビングキャッチしてイニングを終わらせた。ブレアーは後年このプレーについて負け惜しみじゃないけど俺ならあれは立ったままでも取れたよとこぼした。その打球に飛び込んだ理由をエイジーは風で打球が右翼方向へ流されていってたからと説明した。4回表のヘンドリックスの一打も7回表のブレアーの一打もエイジーが取れていなければ 類上の奏者がすべて生還していたと思われる。エイジーはこの日、二つの高守備で5失点を防ぎ、初回裏の本塁打で1得点をもたらして、一人で計6点分の働きをしたと言える。8回裏、メッツは6番、エド・クレインプールのソロ本塁打で5から0とした。ライアンは9回表に西万塁とされたものの、最後はブレアーを見逃し三振に仕留めて試合を締めた。 ライアンは、1966年から1993年までの、実動27年で、歴代最多の通算5714奪三振を、記録し、1999年には、電動入りする。しかしワールドシリーズでの登板は、結果的にはこの試合が最初で最後となった。勝ち、トム・シーバー敗、ディック・ホール本塁打2ム、ドン・クレンデノン2号ソロ審判。 九ウシャグ、クロフォード、ルイシン、一類、ルーディ・ミューロ、二類、リー・ウェイヤー、三類、ハンク・ソアー、ソト・シン、左翼、フランク・セコリー、右翼、ラリー・ナップ・ヒルマ試合試合時間、二時間三十三分、観客、五万七千三百六十七人詳細、bas.well.reference.com 当時、アメリカ合衆国は、 ベトナム戦争に軍事介入していた。反戦運動家たちはこの日、全米各地で抗議集会モラトリアム 2&the All インベトナムを実施した。ニューヨーク州ニューヨークでは市長のジョン・リンゼイが活動を支持し、戦死者を悼むためにこの日、シェイ・スタジアムを含む市の管理施設では反旗を掲げるよう指示した。しかし、MLB 気候コミッショナーのボーイキューンがこれを 覆し、球場の旗は最上位まで掲げられた。もともとはキュンも林勢に同調していたが、合衆国商船大学音楽隊が、反旗形容に反対し、試合式典への参加ボイコットをちらつかせたため、やむなく立場を変えたとされる。メッツの先発投手、トム・シーバーも、反戦を支持していた。この日、シェイスタジアムの場内アナウンスで、 シーバーが紹介されると、本拠地であるにもかかわらず、客席の一部からはブーイングが発生した。そのような雰囲気にもかかわらずシーバーが、最初の2イニングを無失点に封じた後、メッツは2回裏に、先頭打者ドンクレンデノンの本塁打で先制した。3回表、オリオールズ先頭打者マークベランガーの打席で、シーバーが投じた、低めへの投球を、 急進のシャグ・クロフォードは、ストライクと反転した。これに対し、監督のアルウィーバーが、ダグアウトから出てきたところ、クローフォードによって、退場処分を受けた。ウィーバーは、ベンチから、今のは入ってないよとやじったら、彼が言い返してきたけど、何を言ったかまではわからなかった。だから何と言ったのか聞こうと思って、ベンチから出て、シャグ。 と名前を呼んだだけで退場させられたと抗議の意思を否定したが、クローフォードは、ウィーバーは俺を試しに来たんだ。ただ、ハローと声をかけるために出ては来ないとみなしていた。ワールドシリーズでの退場処分は、1959年に、ロサンゼルスドジャースのチャックドレッセンが受けて、以来10年ぶりである。ベランダーは、ウゼンダで出塁し、これをきっかけに、 オリオールズは日誌2.3塁としたが、3番、フランク・ロビンソンが一座ヒに倒れた。ここから試合は到着する。シーバー,ーも、オリオールズの先発投手、マイク・クエイヤーも、3回以降は、相手打線を封じ、1から0のまま試合は終盤へ進んでいった。8回表、一誌無双者でクエイヤーに打順が回り、代打に、デーブ・メイが起用されて、クエイヤーが先に降板した。 その裏、同じく一死無双者で、メッツは9番シーバーに代打を出さず、9回表も、続投させた。その回、オリオールズは3番エフ・ロビンソンからの連打で一一1.3塁と、後期を迎える。5番、ブルックスロビンソンが2球目を、ライナーで、右方向へ弾き返し、右翼手、ロン・スーボダは、ダイビングキャッチを試みた。スーボダは、打球に届くかどうか自信がなく、 ビーロビンソンは、打球が取られなければ、逆転の2.3塁打になると考えていた。しかし打球は、スーボダの左手のグラブに収まり、3塁走者、エフロビンソンが、タッチアップから生還して、同点の犠牲フライにこそなったものの、逆転は阻止された。シーバーが6番、エルロッドヘンドリックスを、右直に打ち取って3アウト目を奪い、その裏メッツも西点3塁としながら、 無得点に終わったため、試合は1から1で延長戦に突入した。延長10回表もシーバーは、続投し、西1.3塁の危機を無失点でしのいだ。その裏、オリオールズの3番手、投手ディックホールに対し、メッツの先頭打者、ジェリーグロートが左翼手と遊撃手の間に落ちるに、塁打で出塁した。ダイソーにロッドガスパーが送られ、自打者、 アルワイスは敬遠される。9番シーバーの打順で、メッツは代打に、左の JC マーティンを起用し、オリオールズも、投手を、左のピート・リッカートに変えた。マーティンによればこの時、左対左となったことで、監督のギル・ホッジスから、作戦変更だ、バントで行くぞと告げられたという。マーティンは初球を一塁方向へ転がした。リッカートと、 保守ヘンドリックスがほぼ同時にこの打球へ追いつき、リッカートが素手で取って一塁へ送球した。しかしこの送球が、打者走者マーティンの左手首に当たってそれ、その間に二塁走者がスパーが生還し、メッツがサヨナラ勝利で、シリーズ制覇に王手をかけた。ただし、この時マーティンが一塁線の内側を走っていたことが、写真で確認できる。がって、審判が、 守備妨害で、マーティンをアウトにしていてもおかしくはなかった。実際に、球審のクロフォードは後年、息子で、同じく MLB 審判員のジェリーとこのプレーについて、議論し、一塁類審、ルーディ・ミロがマーティンにアウトを宣告して一死一二塁で、再開すべきだった、との結論に至ったという。シーバーはこの日、延長10回関東で、勝利投手となった。 ワールドシリーズで先発投手が10インニング投げるというのは、この後は1991年シリーズ第7戦で、ジャック・モリスが達成するまで22年間途絶える記録である。ベトナム戦争について、シーバーは記者に、俺は反対しているし、人命を危険にさらさないように一刻も早く。 撤退してほしいと断言した上、12月31日付、ニューヨークタイムズには、妻ナンシーと連名で、反戦広告を出行した。勝ち、ジェリー・クーズマンハイ、エディ・ワット・ホン・ルイ・ダ・バル、デーブ・マクナリー1号にラン、フランク・ロビンソン1号ソロニムドン・クレンデノン3号にラン、アルワイス1号ソロ審判、急審、ルーディ・ミューロ、累進1類、リー・ウェイヤー、2類、 ハンク・ソアー、三塁。フランク・セコリー、ソトシン、左翼、ラリー・ナップ、右翼、シャグ・クロフォード・ヒルマ試合試合時間、2時間14分、観客、57,397人詳細。bas.ebal.reference.com この試合では、オリオールズが4試合ぶりに先制する。3回表。 先頭打者マーク・ベランガーがうぜんだで出塁し、打順は9番、投手のデーブ・マクナリーに回った。この場面、メッツの先発投手、ジェリー・クーズマンも、打席に向かうマクナリーも、共に、犠牲バントを予想していた。しかし、オリオールズ監督のアール・ウィーバーがバントの指示を、取りやめ、マクナリーに打たせることにしたため、マクナリーは驚いたという。 クーズマンは、マクナリーにバントを打ち上げさせて、あわよくば閉殺とするため、高めに速球を投げ込んだ。その結果、マクナリーのスイングが投球を捉え、左翼フェンスを越える2点本塁打となった。シリーズ史上、投手による本塁打は延べ11人目、12本目である。この回さらに2、後3番。 フランク・ロビンソンもソロ本塁打を放ち、オリオールズが3点を先制した。クーズマンは、この回を終えて、ダグアウトへ戻ると、オーケー、みんな、もうこれ以上は、点をやらない。と宣言した。メッツ打線は6回裏に反撃する。先頭打者クレオン・ジョーンズに対し、マクナリーが投じた。初球、カーブがすっぽ抜けて、ジョーンズの足元を襲い。 跳ねて一塁側のメッツのダグアウトに飛び込んだ。ジョーンズは子球を確信して一塁へ歩こうとしたが、球進ルー・ディミュロはジョーンズに打席へ戻るよう命じた。ここで、メッツ監督のギル・ホッジスがボールを手に、ダグアウトから出てきて、ボールに靴摘みが付着しているのを見せると、ディミュロは判定を覆して、ジョーンズの子球失礼を認めた。 この判定変更に、ウィーバーらオリオールズ側は、抗議したが、再変更はなく、無視一塁で試合が再開された。ただ、ウィーバーが、ボールは一度、メッツのダグアウトに入ったから、メッツ側は、再苦が可能と指摘したのはその通りで、実際に、ダグアウト内でクーズマンがボールを拾うと、ホッジスはそのボールを靴に擦りつけさせてから、受け取っていた。 ボールは判定変更直後に交換へ出されたため、ボールに付着していた靴積みが、ジョーンズのものかクーズマンのものかは、今となっては謎である。再開直後、ジダシャドンクレンデノーンに、本塁打が出て、メッツは1点差に詰め寄った。クーズマンは、宣言通りに4回以降は、オリオールズの追加点を許しておらず、味方打線に追い上げてもらった。 直後の7回表も三者凡退に封じた。その裏、メッツは、先頭打者、アル・ワイスの本塁打で同点に追いついた。ワイスは1962年に、シカゴホワイトソックスでデビューして、以来8年間、本拠地球上で、本塁打を放った経験がなく、二塁に向かうところで、歓声が聞こえてきて、何かしら起こったんだとは分かったが、どう反応すればいいのか分からなかった。 タンダや二塁打なら、わかるんだけどなと話した。さらに八回裏、オリオールズが二番手、エディ・ワットを投板させると、メッツは、先頭打者、ジョーンズの二塁打で得点圏に走者を出塁させる。一死後五番ロンスーボダは、左翼方向へ飛球を打ち上げた。これを、左翼手、ドンビューフォードが追い、最後は逆シングルの体制でグラブを伸ばしたが届かず、 敵時にルイダとなってジョーンズが勝ち越しのホームを踏んだ。この後7番、ジェリー・グロートの一頃に、オリオールズの失策が重なってスーボダも生還し、メッツは2点のリードを得て初優勝まで、残り1イニングに迫った。クーズマンは、第2戦で、先発登板した時、関東勝利まで、あと1アウトとしながら、連続死球でマウンドを降りざるを得なかったことを、悔やんでいた。 それから4日後のこの日、球界表のマウンドに上がると、先頭打者エフロビンソンに死球を与えたものの、4番、ブーグ・パウエルと5番、ブルックス・ロビンソンを打ち取る。そして、最後、デイビー・ジョンソンが、左方向へ打ち上げた。クーズマンは、大歓声で、打球音が聞こえず、振り返ったら、ジョーンズが下がるのが見えたから、神様。 頼むから本塁打は勘弁してくれと思ったという。ジョーンズが芝とウォーニングゾーンの境目あたりで足を止めて打球を取り、左ヒで試合終了、クーズマインが第2戦の悔しさを晴らすとともにメッツの初優勝が決まった。試合終了と同時に大勢の観客がグラウンドへなだれ込んで喜びをあらわにした。狂乱は30分近く続き、 フィールドの芝はところどころげ、本類やマウンドのあたりはボコボコに荒れ、仮設スタンドの回転椅子は外されて持ち去られそうになったのを警察によって回収され、24人の負傷者が報告された。スーボダは優勝以上に素晴らしいことがあるとすれば月に行くことぐらいかな、と7月のアポロ11号による人類初の月面着陸を引き合いに出して、 喜びを表現した。優勝記念パレード当日のニューヨークの様子。地面一面をティッカーテープや紙吹雪が埋め尽くした10月20日、ニューヨーク州ニューヨークでメッツの優勝記念パレードが開催された。今回のような大規模なパレードは、ストックティッカーの情報を印字するための紙テープなどが細かく裁断されて、紙吹雪として舞い散らされることから、 ティッカーテープパレードと呼ばれる。同志ロアーマンハッタンのビジネス改善地区民営組合アライアンス4ダウンタウンニューヨークによると今回のメッツ優勝記念パレードは同志の歴史上1886年10月28日に自由の女神像女幕記念で初めて行われて以来184回目1969年内では3回目の ティッカーテープパレードである。先に行われた2回のティッカーテープパレードはいずれも宇宙飛行士の地球帰還を祝うものだった。当時は冷戦真っただ中、アメリカ合衆国とソビエト連邦は国家の威信をかけて宇宙開発競争を繰り広げていた。米国は1961年有人宇宙飛行の初成功でソ連に先行されると、 人類を月へ到達させるべくアポロ計画を本格始動させた。その結果、1968年12月のアポロ8号は人類を搭載した宇宙船による月の周回に、1969年7月のアポロ11号は人類の月面着陸にそれぞれソ連より先に成功した。これを受けて、1969年の1月10日には8号の 宇宙飛行士3人が、8月13日には11号の宇宙飛行士3人が、いずれもティッカーテープパレードで祝福された。この2回のパレードと今回のメッツ、優勝記念パレードとの規模を比較する数字として、市の公衆衛生局が測定した、パレード終了後に回収されたゴミの総重量、つまりどれほどの量の紙吹雪が降り注いだかというものがある。 それによると1月10日が122トン、8月13日が300トンだったのに、対して、メッツのパレードは1254.6トンだった。今シリーズは、メッツのジェリー・クーズマンが、オリオールズのデイビー・ジョンソンを左皮に打ち取る、というプレーで締めくくられた。この後ジョンソンは、オリオールズを含む MLB4 球団や、日本プロ野球、読売ジャイアンツなどを経て、 1978年シーズン終了後に現役を引退し指導者に転校。1984年からはメッツの監督に就任した。クーズマンは1978年12月、マイナーリーガー一人後日発表選手一人とのトレードでミネソタツインズへ移籍した。この後日発表選手として、翌1979年2月に、 ジェシー・オロスコがメッツへ加入した。メッツは1986年、17年ぶり2度目のワールドシリーズ優勝を果たす。その時指揮を取っていたのがジョンソンであり、最後を締めた当主がオロスコだった。また、1969年優勝メンバーの中では、バドハレルソンが1986年シリーズでメッツの三塁コーチを務めていた。 1969年と1986年の優勝をいずれもユニフォーム組として経験したのはハレルソンだけである。ありがとうございます。